おはようございます。おはようございます。おはようございます。まだ痛そうだね。ちょっとまだ顔が下痛いんでちょっと引きつってますけど、うん、心は笑ってるんで、うん、俺だいぶ心配ていいだよな。なんかちょっと晴れがひどくなってるよ。昨日の朝よりもうなんか濃くなりましたね、うん、朝が、ね、昨日あれ撮ったのか。昨日撮りましたね、その大谷の日常の方ね。はい、うん、今日はセクハラってみたね。ダメです。昨日実はまあね、大谷の日常っていうチャンネルで、まあ、ここにも貼ってある、置いてあるんですよ。はい、あ、置いてます。会社員大谷の日常で検索、まあ、いわゆるも貼ってあるんだよね。貼ってますね、はい、本ちゃんの方にも。インスタも貼ってあるし、はい、まあ、そっちの方を見てもらったら、初日、日曜日に、まあ、怪我して、はい、あ、ちょっと簡単に説明してくれる、ちょっと事情、昨日のチャンネルのあれだけど。はい、献血、おとついしたんですよ、友達と、うん。で、その後に友達とご飯行ったんですよ。うん、で、店から出た後にエレベーター乗って、下がったら、失神起こして、ぶっ倒れて、うん、で、それで顔面強打したんですよ。パン粉も2つできて、うん、で、ここ強打して、流血してみたいな。で、ここにもなんか、あざができて、肩にも。うん、でもそうですね、もう流血もして、でなんかこんなあざになっちゃったっていう感じで、うん、またひどくなってるな、昨日よりは。はい、昨日もうちょっとあざ薄かったんですよ。傷もあるしね、この辺もぐって、うん、はい、デコが綺麗だな、また、はい、いや俺ほんでなんかやっぱさ、 YouTube とかがストレスになってんじゃないかと思ってさ、はい、これ一日考えてやっぱさ、はい、普段は倒れんわけじゃん、献血何回もやってるでしょ、はい、1回2回じゃないわけじゃん、はい、いう中でやっぱ倒れたっていうのはやっぱいきなり、はい、まあ、春日井店からこっちに引っ越してきて、はい、俺の部下になって SNS チームでいろいろやって、はいはい、ホームページの打ち合わせだとかいろんなインスタとかの準備したり、はい、まあ、ポンポンってやり始めたら今度本社に入ってくれって言ってジムにやりやって、はい、今労務採用関係だよね、はい、人事関係ともうほぼほぼやってくれてるよね、はい、そうですね、うん、はい、でプラスまた自分のチャンネル持ったっていう、もう激動の1年だったと思うかは、はい、まあ、でも激動ではあったと思います、うん、本当にもういろいろ変わったんで、はい、でもどうなんだろう、それがストレスかどうかっていうのは、まあ、それは負担が全くかかってないって言ったら、うん、それはやっぱりそんなことはないのは間違いはないんですけど、うん、シンプルに倒れたのは、まあ、献血したからで、うん、献血しなかったら多分全然倒れてなかったんで、昨日は、うん、まあ、一応視聴者も言ってるけど、ストレスってことは一緒でもないですか。サムネでそう書こうと思ってますんで、まあ、全くないってことはそれはないですよ。生きてたらそれどんな人かってストレスはあるんで、うんうん、まあ、そのレベルのストレスっていうか、うん、そんな特に大きいストレスみたいな感じでは、うん、私はないと思うんですけど、うん、心配してくれる人もおったんですけど、社内でも、うんうん、そんな心配されるほどじゃないと思います、うん、あの逆に YouTube とかやってさ、はい、まあ、特に YouTube で自分の責任持って、はい、真面目だからさ、やるならきちっとやらなかっていうので結構ね、動画も上げたり、はい、どんな撮影も行ったりね、休みの日に兄弟に頼んで、はい、まあ、やってもらったりとかで、はい、やっぱ寝れんとかさ、寝れてないとかさ、ね、寝てますよ本当。寝れてないとしたら夜中までアニメ見て寝れてないみたいな。あんまり寝れんなら俺一緒に寝てあげてみよう。あ、それは大丈夫です。ガチで一人じゃないと多分寝れないんですよ。多分彼氏ともあんま一緒にいない。あ、マジで彼氏いるの。いないですよ。まさかの告白。いや、いないですよね。知るか告白。いないですよ、マジで。全然本当にいないよね。本当にいないです。募集もしないでしょ、別に。うん、別に募集もしないですね、うん、なんか別にのもいい人がおったらぐらいのスタンスです、うん、ぶっちゃけ会社に入っていた時は彼氏おったっていうのは言ってもいいの。それはガチですね。あ、本当。で、入社した時にも彼氏おって。はいました。で、採用活動ってあれ大学生って1年ぐらい前からやるな。で、会社の合同説明会行ったりだとか、はい、インターン行ったりだとか、はい、その時からもおったってことでしょ。もういました。まあその時からおって、まあ、家に入っても彼氏がおって、はい、まあ別れたっていう。でも結構長いよね、別れて。そうですね。でも私、彼氏がいない時の方が自分自身が強くあれる気がしますね。おったらおったで、うん、結局依存対象なんですよね、彼氏って。あ、結構ない。今まではですよ。自分が依存しちゃうの。もう向こうも多分私に依存してきてたし、私自身も彼氏に依存しちゃってるところがあって、もうなんか辛いことがあったらそっちに逃げるじゃないけど、うん、私今まで付き合ってきた人たちはなんかすごい依存対象だった気がします、うん、なんか私にとって。だからどんどん多分なんか弱く
なるっていうか。あでも今はいろいろ過去の恋愛とか通してちょっと学んだっていうか考えとかもあるんで、うんうんうん、多分次付き合う人は多分そんな感じにはならないのかなとは思うんですけど、あなんか彼氏がおった時は弱かったと思います私自身ずっと。俺でもそうやって言われや、こうやって来て1年で俺すっごい印象変わったな。でもそうですね、もう本当に別れてからはめっちゃなんかもういろいろと変わりましたね。もう、うん、これはリリーちゃんが変わったのか、はい、この激動の1年でいろんなことがあって変わったのか、はい、お前らってまあ同期だもんね、仲いいわけじゃん、はい、で昔からこんな感じですよなのか、どう。もうでもちょっと YouTube 出てからは、うんまあ、ちょっとは変わったかなとは思いますけど、本当に YouTube はマジで人生変わったと本当に思います、うん、本当に。なんかどういう風に変わったの。なんか仕事へのスタンスみたいなとかもだいぶ変わったっていうか、まあ、正直営業とかやってる時めちゃくちゃきつかったんで、うんまあ、きつかったからそのまあ、YouTube 誘われた時に、うんまあ、どうせ営業やっててもしんどいし、まあ、やってみようかなぐらいの軽い気持ちだったんですよ、うんうん、それは何あのまずは営業やりながらちょこちょこ出てくるとったじゃん。あ、そうです。その時点でその時点で、うんまあ、どうせこのままでもどうせしんどいだけやし、うんまあ、ちょっと出てみようかなみたいな、うんうん、ってぐらいで出たらまあ、うん、面白いなと思って、うんそうですね。なんかもう結構その撮影が楽しいから営業とか頑張れるみたいなところは本当にあったと、うん、あ最初から本当に思いましたね最初から、まあ、やっぱりなんか社長と仲良くなれるっていうのはすごいでかいなって思ってたし、うん、なんかなんだろう、まあ、春日井店だったんで、うん、あんまり正直外との交流がない店舗みたい な、ね、なんか離れ小島みたいな感じで、あそうだよね、なんか多いし離れ小島確かにそうだ、まあ、それがいいか悪いかっていうのは、まあ、それどっちもあると思うんですよ、うん、いいところも悪いところも、うんうん、ただその本社に行くこともやっぱ増えたし、うん、なんか社長と仲良くなれたり職人と喋る機会が増えたり、うん、本社に行ってその本社の人とか事務の人と話す機会も増えたっていうのは私にとってはすごいいいことだったんですよ私本当に。なんか俺は見てて自分がもうリリーちゃんっていう存在自体の中身が変わってきたのか、あそのじゃあ逆に自分を出せれるようになってきたのか、はい、そうですね。なんか結局自分の精神は小4ぐらいから変わってないと思ってるんですよ、うんうん、精神は、うん、でもやっぱりその元の根っこの部分が出てきたとか強くなったみたいなぐらいだと思います、うんうん、あ元々やっぱり自分の意識の中で隠してるっていう意識はあったの、まあ、隠してる我慢してるとか、まあ、こんなこと言ったら ね、あの相手傷つくかなとか、はい、結構毒吐くじゃん、まあ、そうですね。だけど今まではやっぱりちょっとあんまり吐かないようにしようとか、まあ、それはそうですねありますね、うん、もうやっぱり自分モテるようになったみたいなのはあります、うんうん、本当に。あー YouTube やってよかった。いや本当に良かったですよ。私多分 YouTube 出たから今までダラダラと不満を持って付き合ってた元彼に別れ切り出せたっていうのは本当にあると思うん で、うん、で結構なんか長い間さなんか別れようかなみたいな話してやん。知ってない声出せやお前カメラ参加してやこっちから撮るぞお前本当もう相談してたんだ。そうですいいじゃん彼が見てもうショック受けないの。もう事実本当ショックは分かんないですけど、ね、でも彼氏これ付き合っちゃってたんだ。そうですねなんか、はい、彼氏これ見てるのかな。見ない人なんじゃなかった。どうなんやろ。でもいいでしょ1個目の動画出た時ぐらいはまだ付き合ってたんでその時は YouTube の撮影行ったみたいなことは言ったことはあるからもしかしたら出てることは知ってはいます。あチェックしてる子は最初の動画で付き合ってた多分撮影本当にしだした時ぐらいはまだ付き合ってました。別れる直前みたいなところでした。どれぐらい前だ。2年半ぐらい前。別れたのが多分一昨年の夏。そんな最近か。はい、すごい。それでその半年間ダラダラと付き合ってるみたいなところに終止符を打てたっていうのはある終止符をめちゃめちゃ言ったんだ。いや別に悪口じゃないよ。悪いじゃんよ、悪いじゃんよ。はい、いやこっち顔見たら痛々しいもんさ。なんかほんま結構ねひどいね笑いづらいだけど笑いづらい顔がねテンションはテンションだけ高いけど顔がなみたいな感じがちょっと引きずってるけど、はい、これはまあリリーちゃんがね、まあ本当まあ動画運転だけじゃなくてやっぱいろいろ忙しかったし俺も振るし、はい、結構今ねあのレイミちゃんか、はい、レイミちゃんも、まあ、緑も含めて同期だけどお前らさんね、はい、結構俺無茶振り手をしとるじゃん。
あ、はい、そうですね。そうだよね、はい、一気になんか会社の中核に入ってきて、はい、もうおらんと回ってかんっていうもう状態じゃん、はい、でもそれって責任って結構さ、俺もそうだけど、はい、仕事よりも責任ってやっぱ一番疲れん。そうですね、疲れますね、うんうん、私がやらないと、はい、その誰かに相談できないとか、はい、もう外部の人がもうお客さんとか、はい、もう労務とか結局人事なんて、はい、外の人に相談するしかないじゃん、はい、もちろんね弁護士とかいろんな人が顧問がおったり税士が顧問おるもんで、まあ、そういう人に相談したりとかで採用でもそうだよね、リクルートの直担当と、はい、まあ、その人とのやり取りじゃん、はい、で結構難しいわけじゃん、答えがない仕事じゃん、はい、でそれがいきなり突然この1年間で激動に来とるわけじゃん、はい、でしょ。あ、まあ、そうですね、はい、じっくりやっていくじゃん普通先輩がおって、はい、あ、じゃあまずはこれだけやって、で簡単なことだけやって、でこれちょっと覚えていったら次の年はここまでやろうかとかで、はい、2年3年かけて覚えていくようなことを、はい、突然ヒューババ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 バーンとやる戻されて、でまた YouTube チャンネルもやって、はい、やっぱ疲れが出たのかなと思ったの。そうですね、疲れで言ったら、うん、別に普段と変わらないとは思います。普段っていうかその、はい、別に前向きだよね普段から、まあ、そうですね、それは思いますね、うん、本当にそうだと思います。なんか自分でなんか陰キャとかさ、なんか私人苦手とか、はい、コミュニケーションできないとか言うけど、はい、そんな感じに見えないよね。うん、そうですね、まあ、それはまあ頑張ってます、そこは。でも頑張れない人の方が俺は多いし、あ、はい、もっと人と喋るの得意なんだけど喋ろうとしない人っていうか、男で特に多いのは認めないやつ、はい、で俺別に喋ろうと思えば喋れるけど喋、はい、んないだけみたいに言ってるやつって結構いない、はい、あ、なんか私別にそれはそれでそういう人はいいんですよ、うんうん、なんか私はあれなんですよね、別に喋らんでいいと思ってるんだったら別にそれはいいと思うんですけど、うん、なんか私はなんかやっぱりみんなの中心におるような人と か、うん、なんかそういう人に憧れちゃうんですよね。だから別に他人と喋りたくないしみたいなスタンスの人は全然私はいいと思うんですよ、うんうん、そういう人はそういう人で、ね、うんうん、それはそうなんだからみたいな、うん、私はただ単にまあみんなの中心におったりいっぱい喋れる人が憧れてるだけです。俺に社長みたいな、これ今に告白してる。いや別にそういう方たち全員に告白してるだけです。はい、そうです、私がそういう人に憧れてるだけで別にそれをしない人がどうとは私は全然思わないです。でもね、俺は、うん、まあ、見てて、うん、まあ、よかったなって、まあその凛ちゃんも含めてね、はい、本社に入ってやっぱこんな私できますかねって言いながら2人ともやってくれて、はいはい、やっぱすごい自信がついて。そうですね、それは本当に、うん、はい、偉そうにしてる自信じゃなくて、はい、何に対してもあやってみようかなって、まあお前もそうだよね、今俺とついて、まあ最初はさブツブツ言っとった、私そういうの本当無理なんで、はい、言ってんな。そんな言い方してどういう言い方したの。いや私にはできないです。じゃあ俺も言ったもんね、できないとか無理だしって言われて、言ったよね、ふざけんなきゃねって言われて、はい、何癖ついてんだよとか言って、何だよお前が、こんなことできんって何言っとんだって言ったよね俺、はい、まあ、そこから変わったよね、すごい変わって、まあ、前向きに今やってくれてるけど、だから俺も人の成長を見れて YouTube やって、うん、俺はもう YouTube で自分でやったことはすごい良かったと思ってんの、自分も成長できたし、はい、でその人の成長にも携われるし、うん、と思ったけど、まあまあ、確かにこの1年2年っていうのは忙しかったと思うし、はい、俺も俺でやっぱすごいガラッと変わったからさ、人生が。そうですね、忙しかったですね、うん、でも嫌な忙しさではなかったと思いますよ、うん、多分、はい、あんまり無理しんよりね、でも本当に今こっちね、こっちでもう本当に結構細かく話ししとるんで、まあ、はい、あんまり全部は言わんけど、本当に記憶がぶっ飛んでバーンと倒れて、本当に車なんか乗ってたら死んでたし、いやもう本当にもう、うん、ああだったらこうだったらとか考えたらもう本当に怖いですよ、運が良かったなんて本当に思います、うん、そうやね、マジで。だってエレベーターの中で記憶が倒れたらもう覚えてないんだから、はい、車の中で記憶に十分飛ぶ可能性あるってことだもんね、はい、だからここまあ1ヶ月やっぱ無理しないように、はい、でも本当に皆さんが心配するほどそんなになんですよ、うん、てか逆に本当にやばい時ほどみんな私心配されないんですよ、ガチで。あ、そういうこと、本当にやばい、本当に心配してほしいなって感じてる時ほど誰も心配しないんですよ。だから心配されてるってことは本当に大丈夫なんですよ、私にとっては。
あ、そういうこと。だから本当にもうそういうことなんで、マジで視聴者の皆さん大丈夫なんですよ、みんなが心配してるから。あ、そういうこと、ね、本当に大丈夫な時期なんです。あ、逆にもうそういうとこ時よりも一人になって、なんか誰もなんかポツンってなみたいな気持ちが辛いってこと。ポツンっていうか誰も多分気づかないってこと。私が多分出してないんでしょうね、本当にヤバい時ほど。多分そうなんだと思います。出せないんだ。多分無意識に多分出してないんだと思う、本当にヤバい時ほど。あ、結構あった、この1年の中でもあった。でもこの1年の中ではそんなになかったです、うん、いや俺のことかなと思ってるとさ俺結構無理頼んだからなと思ってあもう別にそんな、そう大丈夫だ、大丈夫、なんとかなったなんとかなったんだよってことは、はい、なきにしもあらず。当時はやばかったみたいですねなんだろう、まあでも一人じゃなかったんで、うん、あのそれまで大きいです。本当にカメラ回ってるときはお前こっちの味方だぞ普段はこっちの味方でいいけど、カメラ回ってるときはお前こっちの味方でいかなかったぞ、はい、デリクエストちっちゃうんだけど、はい、まあ最後、まあ、まとめんなまあでもまあリリちゃんこれからもね、まあ、みんな本当頑張ってますんで、はい、ちょっとまた本当そっちの動画も見てください。ちょっと詳しくはそっちで本当に話してますんで、はい、会社員大谷の日常、はい、うん、またこっちやってますんでぜひ見てください。はい、はい、あとチャンネル登録ね、まあ、こっちもそうだけど、はい、せっかく見るならだって 80% ぐらいのやつがチャンネル登録してねえって、はい、ね、アカウント作るの簡単だから、 Google のアカウント作って誰が登録したとか分かんないよね、本当に全然分かんないです。だから知り合いとかでもいいし、はい、チャンネル登録いいね、でコメント両方ね、もうリリーちゃん頑張ってってね、はい、向こうでは大谷だけどこっちではリリーちゃんだって。そうですね、はい、まあ一緒ですよ。まあまあそうね、はい、ぜひまたそっちの方もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はありがとうございました。はい、いや全然本ちゃんは別に私も別に塗り替え道場の従業員なんで別にゲストとは全然思ってないですよ最近言うもん、ホームホームだと思ってる本当にホームですよそう、こっちはホーム、はい、柴原最近ギャラくれとか言いやがってなギャラ出ますとか言ってくるよなあいつらな、はい、やばってな、お金のことしか目がないです。お金のことしかないよなあいつな本当は一人だろ、約1名だろ、はい、車のことなんか言ってたなあいつ誰かちょっと想像つきます。そうそうそう、インスタとかにもギャラ上げとるもんなめっちゃまあいいことだけどね、はい、頑張っとるっていうか、まあお金っていうよりはまあ一つの数字っていうのはやっぱ追いかけてって、うん、で限界突破できる時ってそこじゃない、はい、妹に手伝ってとか友達に手伝ってとか、はい、言う時って嫌じゃん、はい、あのやらしいなとか思いながら言う時って、はい、その限界突破とする経験っていうのは俺は人の成長につながるのかなと思ってるから、まあいいことだなと思ってるけど、はい、まあ、ちょっと今エネルギーが金になってるなあいつ約1年なあれがちょっとなもうちょっといい方向にまあいくと思う、はい、力がね、はい、まあ、あっちの、 あの足場の方もね、まあ、ぜひ歌ってください、はい、本当頑張って作ってるし、結構プライベート感で撮る動画もあるしね、はい、そうです、うん、はい、ぜひまた見てください。見てください、はい、またねー、またねー。あんまりストレスかかるように頑張ってください。もう本当に、もう本当に倒れるだけやってね、そう言われるのがストレスですあの元気な時に元気な時にそう言われるのがストレスです、うん、本当に。またねー。Yeah.